こういう釣りをする人がもういないんだな。雨が予想外。その辺で止まったらいい感じで撮れる。あ、真横を映してる。結構広角だから、まあ、この辺は映ってん。もう映ってる感じですか。もうね、とりあえず今回してる。回してて、割りかしこっち側に来てもらえると。どっち側ですか。こっち側です。僕が後ろで、長瀬さんが そっち側だとギリ映るんですよ。この12フィートボートの限界。ここは最近いつ来た。1ヶ月ぶりぐらいじゃないですかね。もう1ヶ月まるまる新トネだったんですよ。そうですね。なんかこの間のリスク新トネで、もう4週連続新トネで。え、あれってなんか優勝したってこと。あれは、NF はね。すげえ。いや、でもすごい少人数の、20人もいないような大会。いや、でもすげえ。たまたま、はい、ワームが難しいコンディションになった。それで釣ったんですか。それで釣ったんです。朝一、河口の方行ったんですよ。すげえ船いっぱいいて、でしょうね。で、俺後ろで操船してたんですよ。操船して、結局風強かったじゃん。もうエレキ常にいじりっぱなしなんですよ。俺絶対無理だと思ったもん、ハンドコン。絶対トップ難しかったんですよ。で、やっぱこう投げてこれ結構カバンに入れて放置できるんですよ。その間にエレキ操船できるんですよ。で、結構ポーズで、ロングポーズ。証言得意なんですか。証言は4回ぐらいしか使ってない。でも証言って割とトッパーの人多いんですよ。そうですね。で、結構聞くとやっぱね、普通の人たちより一回りでかいの釣ってるんですよ、みんな。トップの方が。結構早いんですね。何ですか。釣りが。わあ、どうなんですかね。わかんないです。合わせて、いや、流れてるスピードに合わせてる。僕大体普段流すスピードこんなもん、大体。トップ的には速いです、これ。全然、もう速くても遅くてもどっちでも大丈夫。いや、なんかもっとネチネチやんのかな。一人の時は結構釣れそうだなってとこは粘りますけど、ね、じゃあ急いで出ますかね。もうだから14フィートのレンタルでやるときで、僕が後ろで撮影する用のデッキなんです。でそこでひたすらくつろぐ。座りやすいですよね。快適ですよ。今日 H1 なんですよね。どこでですか。牛久。そうなんだ。出ないですか今年は。いや、でも人気なんです。電話が。え、電話であれ申し込みなんですか。そう、12時に1ヶ月前の12時1日の12時かな。で、もう今多分2時間ぐらいかけても繋がんなかったですよ。すげえな。で、その時間がもうで繋がった挙句、もうキャンセル待ちも受け付けませんみたいなこと言われると、そんなすごいんですね。もう無理だな。
で湖によってその出れる量が変わるってことですか。亀山は割と 3箇所かな、はいはい、で行けるし、相模港も割と多いし、あ、すごいなんか怪しいですね。まあ、津久井もまあまあ多いんですけど、まあ、あ、観光とあれが出すの、うん、矢口も出すし、うん、なんだっけな、まあ、とりあえず牛久が上のあの吉野家でしたっけ、であそこも出れるようになったんで、ちょっとはマシなんですけど、でもやっぱあそこが一番取れない。そうですね、少ないですよね、船の数で。で新利根も松屋、水神屋も一応 OK なんですけど、それにしてもやっぱ足りないですよね。首振りですね、やっぱりね前言ってましたけど、首振り、まずは首振りみたいな。そうですね、どっちかというと俺動かしたいんですよ、ただ巻きの人もいるんですよ、はいはいはい、なんかすっげえ新鮮だなこれこういう釣りをする人が、まあ、いないから周りに。初めてかもしれない、動線してトップだけの人ですか。なんか DVD とかでそういうの見たことあるけど、動画とかで生でなかなかこう見ないんですよね。基本でも俺ももともとワームも年に1回ぐらいはやるんで、全部が全部トップじゃないんですけどね。PE の割にはあんま音しないですね。8本寄りなんで比較的。あ、そういうことか。ガイドに擦れる音っすよね。なんかあれ4本寄りとかだとすごいんですよ、うん。俺もトップ縛りにしづらかったけど、なんでトップって見てるとすげえ釣れそうじゃないですか。毎回釣れそうなんですよねこれ。だからやってられんすよ多分これ。楽しい、見てて楽しい。やっちゃった、うん、あるけど晴れたらどうなんですかね。晴れたらクランク巻きますクランクだからって釣れるわけでもないから。まあそうですけどねワームなんか持ってきてないし今日。雨もあんまり強く降りすぎて、水叩きすぎるとトップもあんま良くないですよね。風もそうなんですよね、風強すぎると。風はやばいっすよ、風はもうトップ危険すぎます。あれ全然気づかれなくなっちゃいますね、うん、あれね。結構普段使う色黒が多いんですよ俺。でも撮ると見えないじゃないですか、うん、黒、うん、ちょっと見やすい色が、うん、ありがとうございます釣ってる本人は黒って見えるんですよ、動かしちゃうから、はいはいはい、だけど絵的に見えないかな。何これ、ザ・ヒットとか見てると、菊本さんがでかいビッグベイトなんかよく使ってて、もう漏れなく一番目立つから使ってるんですねテレビ映えだろこれ。ビッグバイトチャート、そうです。ちゃんと考えてんだな。それも自作ですか。うん、これ永田さんにぜひ使ってもらいたい。すごいですね永田さんは多分すぐ釣ってくれると思う。これアメヤマとか効きそう。それコウハとかでもギル入ってる魚、はいはいはい、今回も見ましたけど、大体でもやっぱこれぐらいなんですよね。うん、これもうちょっとちっちゃいかな。だから多分普通に40半ばぐらいだったら普通に食ってんですねこれね、これぐらいのサイズを。あれ富田さん、グリフォンなんすか、ちょんちょんしてて食ったんですか、巻いて釣ったんですか。なんかあれですよ、
ちょっと潜らせて浮かせてみたいな、うん、でもそういうパターンはねあったみたいですね。やっぱりただちっちゃい魚が魚がアベレージ以下ですよ、うん、アベレージからアベレージ以下、そんなの狙ってたらねやっぱ勝てないですよ、そういう釣りですよねトップっていやここまでみんな入れらんないですね、うん、多分フロップとか使えばいけるけど、そう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 、このルアーだけですよ入れても平気なの。210あ、フック1本なんだ。へえ、結構かかんない。ダブルフック1本かかりますよね結構。そうですね、何気にほんと巻きたいとこが結構ガードされてますもんね、うん、こういう状態だと。クランクはやっぱり減衰した時の釣りやすい、うん、強いですよね。いや亀山とかも減衰するとすごいいいんですよね、はいはい、今三島とかすごいいいんじゃないかな今ちょうど水ないですもんね、うん、すげえ考えられてる、考えられてる、すげえとまるで俺が作った風みたいに言いましたけど、俺じゃないですけど、ないな、クランクにそういう工夫はないなただただバランスを追求してるだけ。いやでも泳ぎですよね、うん、クランクはもうそういうなんかギミックはいらないですもんね。下手ななんかやると大体失敗するんですよリップの形とかもやっては見るんだけど、結局はもう3種類ですよね。このスクエアか、そうスクエアとマルカとラウンド。一時期新都の水ひまわりってすごかったじゃないですか。あれは全部駆除された、駆除した、うん、意外とあの周り俺好きだったの。 あんまりいい思い出がないんですよね。あ、本当ですか。でも絶対つきますよねあれね、うん、どう考えても結局やっぱクランクで釣りにくいんですよ。ああ、そっか、うん、あと、まあ、木はちょっと流すぐらい、うん、ワームの人とかあのテキサスとかはいいとは思うんですけど、まあ、トップも際でネチネチできる。そうなんですよね、いいと思うんですけど、結構エビはついてるじゃないですか、うん、ああいうのってクランク向きじゃないんですよね、あれ、うん、なんかモヤモヤして終わるいるんだろうけどワーム使えよって話なんだけど、でも全くワーム使わないわけじゃないですよね、うん、普通に使います。ダブルスイッシャーってなんかあのドリラーのあのカタカタカタってあの、はいはいはい、ただ巻きのやつしか使わないやっぱ首振りするのがなんかすげえ新鮮。いやでもそれスタンダードなんですか、そういう使い方って。どうなんですかね、ただ巻くスイッシャーもあるじゃないですか、もともとは。でもそうじゃないですか、スイッシャーって、ダブルスイッシャーってなかった。ストップ&ゴーとかが昔はやっぱ、うんうん、まあでも首振りできなかったんですかね、昔のやつはね。やっぱり岸の近くでこういろんなアピールの要素として、うん、ポップ音が欲しいのか、こう水死音が欲しいのかってなった時に、やっぱ岸の近くで食わせたい時は有効だと思うんですよね、首振りに。こっちサイドはもう永田さん映らない。はい。どう身を乗り出さない限り。釣れたらあのハンディカムが回るんで。なるべく。ちょっと遊ばせて、あの一瞬で抜き上げたりするともう間に合わない。少し遊んだ方がいい。そのカメラを出す時間を稼いでもらいたい。後半の時は試合だからそんなこと言ってられなかったんだけど、富田さんは割とタックルがライトだから、はい、一瞬で抜き上げたりしないタイプ。あれは何ですか、もともと竿にひびかなんか入ってて折れたんですか。いやいや抜き上げ方がちょっとして、でも角度的にそこまで急な角度でもなかったり、
っとしたらここ持っちゃったのかもしれないですけど、そうするとここ使えないじゃないですか。でも30センチぐらいのバスで寄れるのかと思って、なんか傷入ってたんですよねきっと。あ、ベイトフィネスロッドとはいえそんなんで折れた話聞いたことない。早いですね。え？操作がですか？うん、思いのがい。もっと伸びる。気が短いんですよ多分俺、うん、トップやってる人の中でも多分なんだろう、もっとネチネチやる人もいると思いますけど、うん、基本ほらテキサスを手返しよく打ってもう落としてちょんちょんですぐ回収みたいなのトップ版みたいな感じです。例えばシントネみたいにもうちょいこう手前で食ってくるならやるんですよ、うん、ここ分かんないじゃないですか食ってくるかどうか。手前でも食いますけどね、うん、よりは見えてるものをどん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 打っちゃった方がいいのかなと思って早いんですけど、別に全然ゆっくりでもいいですよ。もうちょいゆっくりやった方が釣れそうですか？いや、わかんない。ゆっくりってどういうことですか？こう操作をポーズを長めに、もっと間をちょっと長く取ったとか、キャストした後にしばらく待つとか。ルアーにもよりますよね。波動が弱いものに関しては少し待ちますね、うん、結局自分のキャストした波紋が邪魔になるじゃないですか、うんうん、でもこういうのって別に波紋で食わすので音で寄せたりとかしちゃうんで、もう多分いれば食うであろう魚を釣りたくてやってるんですよね。ここってナマズいないんですか？いますよ。ナマズもいいんですか？両方、あの普通の日本ナマズもいるし、キャットもいるし、シーバスもいますか？シーバスはでもあんまここまでは上がってこない。あとライギョですね。ライギョ一通り釣ったかな、それ。その辺は全部。あとフナとか。口に食ってましたよね、この間。そうだね、恋が怖いっすよ。あの木の実食う時期あるじゃないですか。 はい、あの時キャストで食ってくるんで、トップに出るんだ。出るんです。すごいっすよ、鬼のようなバイトで。で大概ルアーぶっちぎられるか。怖いっす恋は。もうちょっとやれって。いや、そうですね。こう例えばそれで連れ出すとそのパターンはゆっくりやるんですよ、うん、確認のために。まあ今日がどういう状況なのか僕はもうさっぱり分かんないですもんね、うん、そうするといろんなことをこう手っ取り早くやってみたいかなみたいな。リザーバーで積んでると音ももうちょい気にしますけど、うん、こんだけ濁ってるとあんま俺を結構投げ入れちゃいますね、うん、正弦か長戸ってどうやって決めるんですか？うん、難しいですね。なんとなく長戸がすごくいいタイミングがつかむまで僕はまだ理解してないんですよね、うん、だから午前中例えば証言やって、はいはい、ダメだったら長戸行ってみるかとかっていう。一番爆発するのは多分なんか利根川本流から一気になんかいい魚が入ってきたタイミングなんですけど、それがじゃあいつなのか。向こうが荒れたから入ってくるわけでもない。まあでもそういうのもあるんじゃないですかね。いやでもそれは難しいですよね。結構でも全く別の川ですか、うん、やっぱちょっと薄バスは薄い気がしますけどね。どっちの方？長戸の方が、うんうん、しかも平均サイズは若干上みたいなのはやっぱり共通認識としてみんなあるんですよね、うん、
それって量産バージョンですか、うん、これは 今あの微妙にちょっと調整中なリニューアルテスト中の MBX のオリジナル、ちょっとぷっくらしてます。そうでもない。あ、よく気づきましたね。シェイプがちょっと厚みもそうですけども、うん、違うし、浮力高めにしたってことですか。浮力がちょっと上がってるかもしれないですね、すごいですね。やっぱ全然引っかかんないですもんね。引っかかんないです。クナだ。クナ。本当だ。すげえ綺麗なクナ。これはすげえかな。あ、いらないです、いらないです。大丈夫ですか。ハンドランディング。いや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 。これもうプライヤーでこのまま外したいから。これいますよ。はい。あ、やばい。大丈夫です。もうかかってるのか。クナってなんかすごい寄ってくるんですよね。すぐスーッと寄ってくる。まあ、1本目がゲドウだとろくなことにならないんだよな今年。あ、俺今年フナ釣ってる日はバス釣ってないわ。フナ多いですよね。でもフナ多い今年。なんかフナはあれかな、ちょっと肉食化してんのかな。クランクはもうフロロと一昔前のリールじゃないと、うん、あれですよね、巻き心地がすごい違うから、うん、感覚が狂っちゃうんですよね。だから僕はあのバンタムとかカルコンとかが合わないんですよ、クランクに、はあ、巻き心地がヌメヌメしすぎる。そうだから何か何に当たってるのかがよく分かんなくなる。なんかリールが勝ちすぎてるっていう、はいはいはい、バンタンもいいリールですけどね。僕も1台とかありますけど、はいはい、トップ用っすわ。ワンバイトぐらい欲しいですね。ですよね。もうそろそろいい時間帯なんですけどね。釣れても、もうちょいギルがなんか浮いてても良さそう、うん、なんかあんま魚気がないですよね。このリーダーの結び目あるんじゃないですか、うん、ここによくギルが出るんですよ。そういう時結構こう比較的ギルっぽいので釣れるんですけど、テールスピナーのミノって流行ってるんですか。いやあれじゃないですか、たくみくんの影響じゃないですか。あのノリーズの、はい、ウェイクプロップでしょ。そう、あれが帝王のこの間やってたやつ、シントネでやったのが割とあれなんですよね、爆鳥っぽい釣れ方で、スノヤラかなんかでポンポンポンって釣れたの。そう、それでみんなあれなんだ、うん、みんな使ってます。ほう、結構見る。もともとそれとは多分、それ何月ぐらいですか、今年の春。もうでもアフターの時だから多分5月下旬か6 5月下旬ぐらいかな、中旬か下旬ぐらいです。春先にノーバイトでずっとミノーの水車やってて、うん、ずっとテストしてたんですよ。うん、その割になんかみんな騒いでいくから、なんかあったのかな。本当です。みんなすぐ影響されるか。そうやってすぐ飛びつく人はやっぱ釣れないですよね。そういう人は。そういう人は。結局使い込んだ上でのその
だから普段から使いどこですよね、うん、使ってないと同じルアーを使ったからといって釣れないですよねやっぱり。ルアーの力で釣れるのって線香脳神会ぐらいだと思うんですよねあれはもうルアーの力ちょっとキャストがずれようがもうあれ初心者はあれを投げさせとけば釣れる。魚から食いに来ますからね、うん、すごい。あんまり俺巻かないんですけど巻いてみようかな釣れそう。これめっちゃイライラする。めっちゃ釣れてるんですよこれ。あ、すげえ釣れそう。後ろペラ回っ、あのブレード回ってるんですか。はい。回ってないとダメみたいな。回ってウォーブルしてるんです。すごいですね。これやばいっすよ。それはなんか新しい感じです。わあ、それ欲しい俺も。釣れそう。それすごい釣れそうだもん。それリップがついてるわけじゃなくて、リップついてます。リップ。あ、ついてる。ああ、もうすっげえ角度でついてる。そっか、それぐらいじゃないとやっぱ動かないですよね。いや、だからまだ。なんか空の感じ見るとすげえ不安定そうだったからやばいっすね。機械が長靴履いてきたいレベルこれないからこれ履いてき、冬用の長靴履いてきた。減衰してるかな。これ看板関係なくひたすらこっちに流れてるんですか。いや、今引っ張られてるんですか。今下げですね。下げてるから引っ張られてるんですよね、うん、で逆流するんですか。そう、上げは逆流、うん、あれ逆流。そんなやっぱあれなんだ、うん、結構でも海から離れてますね、うん。利根川ってそうやって考えると平らなとこ流れてるんですよね、うん、高低差がないからこの辺でも効くわけです。なんで釣れないの、おかしいっすね。もう中に入って出てこないのか。奥の奥ですか、うん、でもクランク巻いてても手前でも何もないですもんね、うん。っていうことは多くやってないの。なんかもうノーバイクですね。まあ、ちょっと強めのクランクだからかもしれない。逆にトップ向きなんですけどね。ん？トップ向きの天候じゃないですか。うん、何がダメなの？動かしすぎんのかな。が単純に。食べる時間じゃない、うん、地合いが結構はっきりしてる。ああ、そうなんですか、うん、あ、この釣りだとなアベレージなんだよな。それでもきっと フラットサイド、うん、それは中層釣ってんですか。いろいろ。あ、ボトムに、ボトムもそうだし、浅いところはタッチさせちゃう。軽くタッチ。これもあのサブサーフェス超デッドスロー巻きとかあるんですよ、はいはいはい、いろいろ。もうこ濃いこのエリアトラウトのスプーンみたいな。
そうか、デッドやってないんだね。これはでもちょっとこの時期やりたくない、ね、俺もデッド苦手なんですけど。いや、ドアフターでもクランクしか使っちゃダメって言ったらもうこれしかないんですけど。でも誰だろう、先週行った人も止めてる時に食ってんだよな。いやダメだ、もう集中力がもう眠いっすか。そういう時に見えるやつやってたのに、トップの方が、うん、見えるだけ。一発出りゃな、目覚めんすけどね、うん、うわ出た、言ってたら出た。今俺 GoPro の前にこう回ってアベレージぐらいでした。でアベレージもないぐらいです。いいじゃないですか、でもちょっと目覚めたじゃないですか。その辺でしたね、結構大きいでした、ね、手前で食った。眠い時に食うんですよ、きっと。まあ、ちっちゃいのはいいですけど、バレて。バレてもいいけど、あれだな。もうちょっと映ってて欲しかった。で、やっぱそういう、サイズなんですよ、これ。こういう釣りやってると。フラットサイズで。拾っちゃうってことですか？ん？あのサイズを拾っちゃうってことですよね。そう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 。割と30代もガンダム好きなやつ多い。あ、本当ですか？うん。でもやっぱり少数派みたいです。うん、みんなエヴァとかですね。エヴァ見たことないんだよな。エヴァ。まあ見たけど、まあでも全然違いますからね。なんかちょっときしょいっすよね、うん、あのキャラがちょっとエロっぽいのが嫌なんですよね。漫画にエロをあんま求めたくないんで、まあ、確かにそんないらないっすよね。いらないっすよね。あれでも初代しか見てないんですか。で、全部見ましたよ。あれ、宇宙世紀以外見てるんですか？は、見ないです。やっぱり。あれはもうついていけない。やっぱり。そう、そこがやっぱりもうちょっと 若い世代になると、ダブルオーとかあっちで育ってるんですよね。ダブルオーとかシードとか、ああいうのも見てるんですね。っていうか、むしろそっち系、うん、シードですよね。ガンダムの格好はしてますけどね。でユニコーンはいいんだ。ユニコーンは面白かったです。いやでもあれ、いきなりあれ見て絶対みんな理解できないだろうな。話が難しい。そうですね。誰が敵で誰が味方か分かんなく。いい悪いないですからね。ちょっと気を抜くとそれも俺ですら分からなくなる。それでしかもなんか団体が三つどもえになるじゃないですか。あれ難しいですよね。ちょっと共闘してみたりして。どうなってんの。いや、まあ、あのなんだろう、ストーリーはすげえよくできてるなって、うん、あれ本物のあれが来たじゃないですか、日本に。ユニコーンが描かれてるあのタペストリー、あれ実在するんですか。そうそうそう、あれどこ、フランスの国宝かなんかなんですよ、多分国外出たの初めてで、俺六本木まで見に行ったんですよ、子供と。すごいっすよ、実物やっぱりね。迫力あって、本当にあのライオンとか描かれてて、6枚ぐらいこうあるんですけど、それをガンダムにつなげたあいつはやっぱすげえなと思って。まあなんか感じたんでしょうね、うん、変えると思ったんですよ。なんだよ、バスちゃん出てきてるんだよね。僕なんか今とりあえず魚の絵を撮りたくて今これですか。それ水戸ですか。うん、でかいのはもう
全部永田さんに釣ってもらおう。釣れるといいんですけどね。でかいのとかこう中入っちゃってんじゃないかな。うん、こんだけ水あってそれこそ日が出たらシェードの奥は余計入られたら余計手出せないですよね、うん、あ、なんか当たった。ボラ、ボラかな。ついにこんなのまで出したよ、もう。ちっちゃいポッパー。お互い最小サイズのルアーを。ほら、食った。お魚を。よいしょ、どっちだ。やった。絵が取れ、まあ、これで絵が、これはね、確信犯だから、いいんですよ。こういうのでいいって使ってるからね。ああ、元気だな。すぐ開けちゃったから。でも結構超えてますね、うん、ミト。そう、クラッチ切りますか。大丈夫、トイレのかな、これ。いいなあ。でもほら、これで手にバスの匂いがついてる。やだな、でもこんなんしか釣れないのかな。なんか久しぶりにミトに頼っちゃったな。出た、出たけど、なんだ今の。ギルっぽいですね。ギルっぽいな。ギル4バスバスかな。ちっちゃいバスじゃないかな。ちっちゃくすると出るとかやだな。そうそうそう、やめてほしいな。しかも別にそれがでかいんだったらいいんだけど、ね、ちっちゃいですからね、バス自体が。いやでもあの流れ込みにいる気がするんですランクは。じゃあロッドとか投げた先を移してればいいんだ。そうそうそう、すいません、バックアッシュしました。じゃあロングステイ。それで出ちゃってもかっこ悪いですよね。いや別にいいっすよ。魚が取れれば。かっこよさは求めてなくて、どっちかというとハプニングみたいな方が嬉しいですよね。この間竿を折ったでしょ、うん、なんすか今回。水没するぐらいしかないよね。落ちるしかないですよね。出るんじゃないの。出ちゃう、うん、したら毎回ここが撮影場所じゃないですか、うん、いいや、食っても良さそう。浅いんですよね、あの辺。でもなんかいろんなものが沈んでるんですよ、なんか違うのがいいかな。ポッパーじゃない、ちょっとガシャガシャうるさいやつ。見やすい。
これ見やすくないですか、白いから、うん、絶対いそうですもんね、この、うん、これで出ればな。ダメっすね。出たのに今取れました。はい、取れた。やっぱでもちっちゃいのに出んのやだな。マジか。こういうのに出ちゃうんだよね。眠い。眠い。なんかもう催眠術にかけられてるよ。単調ですか、ね。眠い。意外と。これ自動追尾カメラとか出ないかな。目線が行ったところに撮れてるといいんですけどね。うん、それは、ね、GoPro つけとけばいいんですけど、最近そういう動画ばっかじゃないですか。あ、多分この頭につけてんのか胸につけてんのか。ちょっと寝るか。いや、私やればいいですよ。え、自分で踏んでやればいいですよ。後ろで寝るんですか。僕後ろで寝ます。この撮影されたまま。ちょっとじゃあ片付けよう。あ、やっと俺のポジション。あ、ファイトシーンはすぐ起きて撮るんで。釣れたら呼びます。釣れました。暑い。暑い。あれ顔、横が顔、顔が完全に日が出てきた。暑い。暑くて目覚めた。反応はさっき一回だけちっちゃいのがまたこれに。出るには出たんですけど、乗らないですね。動かしてないところに何にもしないでプチって出て水の中入らないです。でかいやつだったら多分持ち込んで入るのかもしれないですよね。小さいやつは入らないのかもしれない。セッティングします。出たよ。ちっちゃい、ちょうどちっちゃい、寄ってきちゃったよ。 GoPro が停止してる時に。もうこんなもんですね。これ遊びようがないっすよね。出た瞬間取れなかった。がっつり食ってるこいつ。怖っ。いい。これなんすか。ポップンイメージジュニアです。あ、ヘドンですか。ああ、あったあった。こういう恥ずかしい。ちっちい。はい、はい。よかった。やっぱこういうのか。うん、バスの匂い久しぶり。
なんで GoPro 多分これバッテリーがなくなってたんだろうな。シェードのああいういいとこにできれば陣取ってて、いいのが陣取っててほしいのに、あんなちっちゃいのが出るって、うん、でかいのはあんまりもしかしたら岸寄りじゃないのかもしれないですね、うん、これで釣ると、あ、それかよって言われるんですよね。これ本当にでも何もしないでその開けたまんまでも本当釣れんですよこれ。やってることはワーム以下ぐらいネチネチしてるじゃないですか。いや、ワーム以下ってことはないですけど、多分ワームの方がもっとなんだろう仕事量は多いんですよ。いやほら細かい首振りの動作も大変じゃないですか。そうなんですけどね。そうなんですけどこれ釣れちゃうんですよこれ。じゃあ俺も今度買おうかな。なんかこれヒーロー内藤バージョンがあって、なんかこんなちっちゃいのに2バージョンなんですよ、うん、サイズ違い、いや違うんです、中のウェイトの差なんですけど、ちょっとそれここに置いてもらっていいですか。はい、これでもうバレた。ビルダンスの名前が入ってるんですよ。めっちゃ釣れそうじゃん。え？名前は？ビルダンス。エクスキャリバーシリーズってあったじゃないですか。あれなんですよね。ずっと撮影をしてる俺が映ってるっていう。何なの？これがないと回しないと音声が取れない。あ、音声全部こっちに入ってる。これがベースになるんですよね。なるほど。一発でいいんだよな。ちょっとド派手なバイトがね。それでなんかいいじゃないですか。そんなにでかくなくたって。こういうとこだって下結構いろんなもんいっぱい入ってるんですよね、うん、ちょっと大会結果でも見てみますかね。 H1 Twitter で H1 と連携が。よいしょ。牛久面白そうですよね、うん、雨降って。お昼ぐらい前ですかあれって。何時までやるんですか。2時です。2時、どんな、まあでも そこそこ釣れたのかな。まあ牛久だからな。釣れたってことはないと思う。誰ですか。うん、いや牛久。あ、みんな富田さん勝ってんじゃん。優勝ですよ。もうそこまでまだ行ってないんですけど、タイムライン。すげえ。詳細は分かんないですけど、表彰式出てるから1位です。さすが。やるな。何だろう、何で釣ったんだろう。え、詳しい人いますよね。うん、だって見える試合全部チェックしてさ、うん、うちの会社昔いた若い子があのサッカー大好き で4年に1回会社変えてるんですよね。ワールドカップ、ワールドカップ前に辞めるって。辞めてもうひたすらもう 全試合とまだいかないけど見れるやつ全部見て。そこもすごいな。そのために辞めると。初めて聞いたそんなやつ。4連覇とかすごすぎって書いてあるから、また高橋さん勝ったんじゃないの。きっとあの牛久のレジェンド。4連覇ってすごいすごいですね。本物ですねそこまで。意味わかんない。
レジェンド高橋4連覇達成って書いてある。あ、じゃあもう意味わかんない。さらなるレジェンドになった。本当に意味わかんないな、あの人。まさかもう足入れちゃってる。熱くなって。だって水色良さげなんです。そんなにほら、うん、そこまで汚くないですよ。バスの気持ちになって。結構でも適水温ですよね。熱くないし。うん、今20。5、あ、だから朝からやっぱちょっと上がってるんですか。2度か、2度上がってる。すごい、下の水が巻き上がると下の水の方が冷たいです、うん、上のこういう浮いてる水はぬるいです。けど何度ぐらい違うのかな。いや、俺が分かるぐらいですもん。それって何度。2度ぐらいじゃないですか。じゃあやっぱり上積みだけ温まったんですね。ああ、多分そうですね。ってことはやっぱ浮いてんじゃない。多分風呂の設定を変えて分かるのって1度は分かんないけど2度ぐらいか分かりますよね、うん、結構。だってこうやって動いてない水はすげえぬるいんですよ。で船が通って下巻き上げるじゃないですか、うん、エレキで。その水が冷たい、うん、それがもうすごいヒントになるかもしれない。どういうことですか。その下ですか。その下の間の水とか言うんですよ。それでトップで全然反応がないってことはちょっと上積みにいるっていうこともない気がする。やっぱり言い訳に使えない感じです。ていうかこんだけ人が少ないのもどうなんですか。珍しくないんですか、日曜日で。まあでもそんな釣れないからじゃないかなと思うんですけど、ね、春はでも混んでますよね、ここ。春そんなことないですか。なんか俺のイメージでは春人気な気がする。確かに。要は多分春が早いんですよ、ここ。ああ、他に比べて、うん、進行がすごい早くて、だから釣れ始めるのも早いんじゃないですか。だから普通に3月はもうシーズンみたいなイメージが、うん、ここはもうある。なんか触った。ボラかな。レンギョだ。レンギョかボラだよ。久しぶりになんかガチャンってきました。生命体に触った。ドキッとした。そんなに深いところでもないと思うんだよな。でも足で感じるってことはどんくらいなんですかね。足で掘っても感じないんです。エレキが巻き上げる水が通ると冷たいんですよ。だからエレキって多分それ1メーターぐらい入ってますよね。そんな入ってないです。入ってないですか。だから50センチぐらいまでがあったかいんじゃないですか。あったかいんですかね。それを分かったところでよし、参考にして。じゃあどんな参考か分かんない。もうレンジはもう1個しかない、ね。まあ、ちょっと潜らせられるけど、ちょっと潜ろうかな。じゃあこれで、ここで 1.2 メーターなんですよね、うん、真下で、うん、船の真下で、うん、真下で。普通に今クランク巻いてると確実にその下の冷たい層を泳いできてるんです。うん、ないですよ本当。タバコやめて2年で、うん、17キロ、それやばい、やばいです本当に。てかそこまで行くまでにちょっと何とかしようって普通に。いや、なんないですよ、ね、ひたすら飯がうまくて、うん、いやで自分で仕事も飯作んなくなったじゃないですか、うんうん、人が作る飯だからうまくて食っちゃうんですよね。1日最低でも4食食ってるし。いや、本当に満足するぐらい毎食食べてれば確実にもうあのガンガン太っていきます。ですよね。今だからもうちょっと足りない、食べたいんだけどもうあの適正な量
でも適正な量と思ってそこでやっても結局夜中腹減って寝られちょっとちょっとなんかおやつ食べようかな意味ないんそうなんです。やばいですよ、マックポテトとか麺みたいにすするんですよ本当にあれ麺類だなみたいなやべえ、カップからこういきますからね。やばい、知らぬ間になくなってるんですよ気がつくと。でも 太ると足かあの膝か腰に絶対来るじゃないですか、うん、これどっちも来ないんですよ。あ、じゃあもともと丈夫なんですよ、まあ、確かにそうなんですけど、うん、それでどっか 痛いとかやれば、うん、やべえ痩せなきゃと思うじゃないですか、うん、あ、だからそれ体の不都合が出てこなかったから。あとね、周りに結構言われたパンパンだよっつって、後ろから見るとなんか背中パンパンだよとか俺なんか前店やってた頃の人に会うと誰って言われます誰じゃねえよみたいな俺だよみたいなで超言いづらそうに太ったって言われてそりゃそうっすよね、15キロも太りゃ変わるよ。15キロはすごいな。あの会社近く喜多方ラーメンあるから、喜多方好きだから行くと、はいはい、お昼時絶対あのハンライスサービス聞かれるんですよね、はいはい、いりませんそれぐらい強い意志がダメなんですよね。いです俺絶対おかわりします多分ご飯で。チャーシュー麺ももう本当にもうどうしても食べたい時、もうご褒美っていう時以外はもう食わない。食べ物でそこまで俺自分をこう制すことができないんだよな。タバコ今でも吸いたいんですよ毎日。タバコもう僕やめたのだいぶ前ですけど、もうあれですね、嫌な感じにしかしないです。あ、人の匂い嗅ぐと、うん、俺アイコスとかは嫌ですけど、タバコの煙は副流煙、人の吸ってますか、うん、いや初期はそうでしたよ僕も全然。しかも昔あのバス釣った後になんか一服するじゃないですか。あれがなんかもう頭にすり込まれてるからタバコの匂い嗅ぐとバス思い出して、バス釣るとタバコ吸いたくなるし、ね、あと食後の一服はやっぱりそうなんですよね。あれはいいですよね、飯食った後と。今僕はもうとりあえずこれフラットサイド、これ投げときゃ1匹ぐらい釣れんじゃねえっていうぐらいのものしかないです。それリーファー、うん、あ、そうそう、丸か。その時より若干形がちょっとだけ変わってる、削り方をちょっと変えて、うん、どんどん進化してるんですねうわっ、あ、やばいやばい、気負けする気負けする、気負けする、気負けしちゃったか。あ、気負けしたマジですか。でかかった今のは、ちょっとマジで40くらいのやつ、くっそ映ってっかな、あかん、あ、もうこれで俺のあれは終わったかな今日の今全部使っちゃったな。いやでもこっからじゃないですか残念、畜生、あんなところにあれがなければあれ越しで食ったってことですか、うん、あの岸際の方で、うん、やっぱ岸っぺたがいいんだ。ギリギリじゃないけど割とでも岸側の方で食いました。あれ、木分けするときってやっぱ強引に引くじゃないですか。あれって強引に引かない方がいいのかもしれない。どうなんですかね。まあでも引くしかないですよねだって潜るじゃないですか、さらに太い。あれってどうすればいい、取れもうしょうがないのか。木のテンションに負けないぐらい俺は引っ張っちゃいますけどね、うん、ああでも
ナイロンだからの、ナイロンじゃない、モノフィラだから伸びるんですよね、多少。いや、結局そこで強く引きすぎるとそこの口切れするってことですか。テコの原理みたいな感じで外れちゃうのかな。でもウィードはもう強引に行くしかないじゃないですか、うんうん、向こうが柔らかいから。木も同じだと思うんですよね、俺はもう。ピー、なんか大体ピーが多いんで、もうそのまま。木と一緒にバスが釣れたことって一回もないんですよね。ウィードは分かるんですよ。あのウィードの中からバスが出てくる、はいはいはい。どうしたらいいんだろう。あの、こういうのしか釣れなくなっちゃった。最初今日船釣っちゃったからな。やっぱ浮いてるのが強い時もありますよね、うん、中層で食おうと思ったらやっぱ魚だったら大変ですもんね。よく考えたら飼ってる魚に餌やったって食い損ねるじゃないですか、中層だと、うん、やっぱ水面かどっか隅に追い詰めて食ってですよね。もう入れた瞬間に食うからどっちか。ちょっと下流域行きますか。